こんにちは、砂浜でたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。これすごいよ。ちょっと中身見て、これは動画にしようと思った。すごいですよこれ。1枚目は撮れたけど、2枚目は全然撮れないのよ。すごくないこれ。これどうなってんだろうね。一見さ、撮れないように見えるじゃん、触れられないように見えるじゃん。なんかあるんだよね、判定が。例えばこのドアの、あ、バネのこの中心とかでやっても、あれ思った以上にできてみた。お、できましたね。バネの中心だといけんのかなこれは。ちょっとよくわかんないっすね。ほら、でも今のはダメなんですよ。わけわかんなくないこれ。わけわかんないでしょこれ。これすごいよな。さっぱりあれがわかんない。説明されても納得できなさそう、これ。ついにマリオは溶岩の中を普通に通れるようになってしまった？あはは、これか。あ、これは見たわ。あ、しの、え？見たわ。これ、フェイトさんがやってた。フェイトさん、このシーンサムネにしなかった。このコース。いけた！やったー！ちょっと画面ずれてビビった。このままこう行って、上に上がって、OK ゴールですね。おー、波打った。これが見たかった。やっていきたいと思います。ツイッターでいただいたコースです。3月の20日ですね。まだ20日か。3月がなかなか終わらねえ。やる前に少しお話を。コース ID は基本的にツイッターのちはやアカウントでしか受け付けてません。理由は他の動画とか、もう一方の YouTube のアカウントだとか、Meverse とかの方に ID を送られても、ちょっとまとめきれないんで、もう一箇所でやると。これで公平にしたいっていうことですね。よろしくお願いします。はい。動画のコメント欄に ID を打ち込むのは自由です。全然宣伝してもらって大丈夫です。さあ参りましょう。ダッシュダッシュジャンプ。あともう一個一応言っておきたいのは、結構ツイッターの方でですね、求めてるコースっていうのをね、ツイッターの固定ツイートとかにしてたりするんで、そちら見ていただければ嬉しいですね。そういうコースはですね、結構、うわぁ、嘘だろ？自分が求めてるコースっていうのは、優先的にプレイさせてもらってたりします、最近。これどうする？どうするこれ。これは素直にハテナを叩こうか。ちげえのか。これもしかしてさ、違う？土管入るんじゃない説？右飛び説じゃない？死んだ！もしかしてだけどさ、ほらあった、ほらあった。あるんじゃないかなって思ったわ。うわわわ、バセット！クッパが降ってきてびっくりした。わざわざ英語表記で言うやつ。おっと。そっか、そうなるか。嘘だろ。後ろ下がりやがったこいつ。なんか上にあるっぽいな。うわ、厄介。残り60秒か。 OK、 よし、 OK。 これ昔やったっけ。俺は動画で見たんだっけな。やり方は知ってんだよな。誰だったかな、誰かが作ってくれたね、スピラン系のコースで、これをやんなきゃいけないところがあったんだよね。上にぶつけて、2匹倒して、その間に駆け抜けるってやつ。鬼畜5。うわっ、うん、T オシザルスムンチャクッパス。からの入りまして、かぶりまして、違うね、これはね。うわ。ここに入ってみましょうか。
いやー、これ入んのきついぞ。ですよね。これスピンマックスでギリギリいける球だな。じゃあ行きましょう。ほっ、よし、素晴らしい。どう考えてもここは行かなきゃいけないんだもんね。うわー、メットかぶってたいな、これはな。これちょっと勢いないときつくね。あー、ダメだね。これはメットかぶってこようか。いい感じだったんだけど、死にそう。オッケーよし、ウィッフィー、これゲットできたのは大きいんじゃないですか。これでいろいろできるようになりますからね。まずここが抜けれるようになるじゃん。その銅管は入れるのか。そうすると今んとこ銅管入ってどうするのって感じですよね。銅管があるとあれか、繋がんのか、あそこに。でも厳しいね、入るのね。簡単じゃないね。あ、ヨッシーがいるからいけるかも。きついかなー。あー、しまった。え、入れねえんだけど。入れなさそう。ダメ？試しに。入れました、入れました。なるほど、ここに繋がるのか。あー、T ヨシは残念ながらここでお別れですね、そうすると。あ、落としちゃうわ。忍びねえから。こうで。食らってここに来る感じですね。了解した。うわ、食らうの早くね？うわ、オッケー、オッケーですね。完璧ですね。多分持てるっしょ。死んだ、嘘。よしよしよし。かぶって入って。あ？もう一回かぶっていいのかな？そっか。メットかぶってれば、下に押し出されて、こうでいいのかな？多分だけど。え？ちょっと右にずれなきゃダメ。あ、終わったかも。オッケー。なんか取られたね。大丈夫ですかこれ。うわっ！で、ちょっと右に移動すんじゃん。お、いいね。ちゃんと倒せましたね。オッケー。お、上上がれましたね。オッケーですね。これは下に降りていいんだ。あ、待って。あ、もう戻れねえ、でも。あ、いや、戻れなくはないか。いや、あの上行けるかな。普通に通常ルート行った方が安定かな。ガバルートがあるかもしんない。あ、アクション系の鬼畜コースが流行らない理由が。モラ溢れてるな。みんな途中でやめちゃうってことですね。厄介すぎて。だから流行らないんだよな。難しいコースがスピランとかばっかなのが。まあ、そういうことってことですね。俺も多分動画にしてなかったら、やらないんだろうなって思うもん。だって。あ、もう、わかった、みたいな。確かになるかも。OK。これで上がって、なんかいけそうな気しません？ここ。あの上さ。トゲだから上行けんじゃん。でもまあ正規ルートで行くか。こうなって、こうなって、こうなって。こうでいいのかな？あ、なんかゴールっぽくないですか？これ。丸々で耐えて。よし、オッケー。
ハードだったなー。うわー、時間かけちゃったね。なんだよ12秒ってよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。